30日までテレビ東京系で放送されていたテレビアニメ作品。字幕放送。シリーズ初のハイビジョン制作を実施。集英社、週刊少年ジャンプ創刊40周年、及び V ジャンプ15周年記念作品。アニメ作品、遊戯王デュエルモンスターズの世界観を継承した、遊戯王のテレビ東京系、アニメシリーズの3作目である。前作、遊戯王デュエルモンスターズGX 同様、完全アニメオリジナル作品となっている。舞台は、遊戯王デュエルモンスターズから数十年後のドーミノルや、超、ネオドーミアシティ。新主人公不動優星を中心に、物語が展開する。今作もカードゲームが主軸の物語ではあるが、新概念としてプレイヤーが D ホイールに乗りながらゲームを行うライディングデュエルが導入された。デュエルはすべて D ホイールに乗って行うわけではなく、従来通りのデュエルもスタンディングデュエルと称して行われている。またメインタイトルからは過去2作に付けられていたデュエルモンスターズが外れ、遊戯王のタイトルロゴも新たなデザインに変更された。ただし、作品世界内でのカードゲームの呼称である、デュエルモンスターズは、本作中でも継続して使用されている。これらの舞台設定やアイディアの基礎は、遊戯王原作者の高橋和樹の発案であり、高橋は他にも主要人物、主要モンスター、Dホイールのデザインも手掛けている。Dホイールは、舞台を世界規模に広げるために、その移動手段を用意するのは必然であるとし、ライディングデュエルは、前2作において、通常のデュエル流行り尽くしたため、続編を作るのであれば新しいデュエルを見せることに、挑戦したいといった理由で作り出された。高橋自身は、前作、GX で、遊戯王を締めくくるつもりでいたが、シリーズが、高橋和人の範疇を超えたメディアミックスを展開していることやアニメのスタッフと親しかったことなどを理由に本作が最後という気概で仕事を引き受けた。ストーリー原案は高橋が以前に描いたという読み切り、漫画が元になっている。この時点で燃え盛るナスカの地上絵の上にそびえる巨大な敵とそれに立ち向かう5人の戦士がバイクで疾走しながら戦う。というダークシグナー編におけるイメージがすでに固まっており、また5人の戦士が転生して、戦いが次世代へ引き継がれていくという設定も共通している。なお、高橋がアイディアを提供したのは、ダークシグナー編までであり、WRGP 編のストーリーはすべてアニメスタッフによるものである。高橋は、終盤の盛り上がりには感心したと、アニメスタッフを評している。カードホビー、遊戯王オフィシャルカードゲームとタイアップしており、第6期のザ・デュエリスト・ジェネシスから第7期のエクストリーム・ビクトリーまでの約3年間にわたり、アニメに登場したカードを多数収録して販売された。作中のキーカードであるシンクロモンスターは強力な効果を持ち汎用性が高いことから、登場当初から人気を博し、多くのデッキに採用されることとなった。また、登場人物が使う、ボーイフレンドと、インフェルニティの2種のテーマデッキは、ゲームとオフィシャルカードゲームの双方の世界大会で、上位に名を連ね、国内では2大勢力と呼ばれるまでに流行した。前作と同様に、視聴者の考案したカードを募集し、当選者のカードは74から78話までの、劇中で実際に使用されている。またすべてオフィシャルカードゲーム化している。テレビ東京の公式サイト及びコナミの遊戯王 5Ds オフィシャルカードゲーム公式サイトでは、デュエルワンポイントレッスンが15話以降から新たに開始された。毎週放送されたデュエルを例として、デュエルのルール、魔法や罠の効果などを流話と流歌を中心としてコミカルかつわかりやすく説明している。65話から98話までは、劇場アニメとタイアップし、各所で、宣伝映像や番組プレゼントなどが行われた。2009年からは月刊 V ジャンプにて本作をもとに物語を再構成した漫画遊戯王 5Ds が連載されていた。アニメ本放送終了後、TXN にて2012年2月4日から2015年1月31日まで再放送された。舞台は武藤遊戯がいた時代から数十年後の同、稔谷町。そこは、ネオドーミアシティと呼ばれ、身分の工程を明確にし、上層地帯と下層地帯に分けられている階層社会であり、新エネルギーのモーメントによって稼働する、Dホイールと呼ばれるバイク型デュエルディスクを使用した、ライディングデュエルが流行していた。本項並びに関連記事では、遊戯王10thアニバーサリーアニメーションブックに倣い、ダークシグナー編完結までを第1部、WRGP 編以降、セカンドステージとし、1から26話までの、デュエル・オブ・フォーチュンカップ編を第1章、27から64話まで、ダークシグナー編を、第2章、65話以降、WRGP 編を、第3章と区別する。また、下記のあらすじは、同本の100から122ページと公式サイトの、あらすじ紹介を引用して記載する。デュエル・オブ・フォーチュンカップ編、ネオドーミアシティの下層地帯、サテライトで、仲間と生活を共にしている、主人公、不動優星は、ライディングデュエルのキングでありライバルのジャック・アトラスに、かつて奪われた、自分の大切なカードである、スターダストドラゴンを取り戻すべく、サテライトから脱出する。シティで再会を果たした優星とジャックは、スタジアムでライディングデュエルを行う。白熱した戦いを繰り広げる中、二人の腕に突如、あざが浮かび上がり、さらに、エースドラゴン同士の攻撃とともに、謎の赤い竜が現れた。デュエル後、優星は、不法侵入により収容所へ送られ、そこで出会った野帝から星の民と、赤き竜のあざを持つ戦士、シグナーの伝説を聞く。シグナーたちの力の覚醒を狙う、シアニージ局長官レクス・ゴドウィンの権限で出所した、優星は、自身を追う捜査官の潮の追跡を振り切り、シティの上層地帯トップスで、竜は、竜化という双子と、そしてシティの無法地帯、大門エリアで、黒バラの魔女と恐れられるイザヨヤキと出会う。ゴドウィンは、優星に対し仲間を人質にとって優勝者がキングで、あるジャックへの挑戦権を獲得できる大会、デュエル・オブ・フォーチュンカップへの出場を強制する。この大会で、ゴドウィンにより集められた、優星、アキ、竜化、そして、ジャックの4人は、シグナーの力を覚醒させられることとなる。そして、大会最終戦である優星とジャックのデュエルにおいて、再び赤き竜がその姿を現し、シグナー4人を別次元の世界に誘った。そこで目にしたのは崩壊する世界のビジョン。雲の地上絵が大地に浮かび上がり、サテライトが崩壊するものだった。ダークシグナー編フォーチュンカップを終えて、新たなキングとなった優星の前に、ダークシグナーと名乗る雲のあざを持つ者が現れ、デュエルを挑まれる。そのデュエルは、デュエルのダメージが現実と化す、闇のデュエルだった。冥界の力の象徴であるマイナスのレベルを持つ、ダークシンクロモンスターの力に苦戦しつつも勝利した、優星は、ゴドウィンから彼らと、シグナーに関する因縁と世界を破滅させるという、目的を聞き、戦う決意を固める。優星は、かつての親友であり、ダークシグナーと化した鬼柳と戦うが、ダークシグナーの切り札である、自爆神に圧倒され完敗を喫する。その後も召喚された、自爆神により、多くのサテライト住民が魂を吸収され甚大な被害が出た。一度は、自爆神の力に恐怖した優星も立ち直り、過去に負ったトラウマを克服した秋と旧友の苦労も仲間に加わる。そして、ダークシグナーと決着をつけるべく、サテライトの中でも特に荒廃した BA、D 地区で、それぞれの宿星のもとに戦いを繰り広げていく。世界を滅ぼす力を持つ冥界の王が封じられた4つの、旧モーメント制御装置で因縁深い相手との戦いを次々に制しサテライトを救ったシグナーたちだったが、あと一歩で、その出現を許してしまう。すべてのダークシグナーを倒した優星たちの前に、立ちふさがったのは、赤き竜と邪神の力を宿し、世界の破壊と再生を企むゴドウィンだった。優勢たちはゴドウィンを、冥界の王もろとも打ち倒し、ダークシグナーによる、世界滅亡の危機を防いだ。WRGP 編ダークシグナーとの戦いから、半年後、ネオダイダロスブリッジが繋がったことで、シティとサテライトは一つになり、街は、急速に復旧と発展を遂げた。秋、リュウア、リュウカは、デュエルアカデミアに通い、優勢、ジャック、クロウの3人は1年後に、ネオドーミアシティで開かれるワールドライディングデュエル、グランプリに向けて、Dホイールの開発に励んでいた。そんな中、相手をクラッシュまで追い込む、正体不明の Dホイーラー、ゴーストが現れる。優勢は、ゴーストとのデュエルで、ダークシグナーとの戦い以来となるダメージがその身に、かかる戦いを体験する。デュエルは、優勢の新章により幕を閉じるが、ゴーストの使う、飛行艇の、シンクロモンスターを吸収する能力を前に、新たな戦略を求められることになった。その後、突如現れたメカニック兼 D ホイーラーのブルーノにより、シンクロを超えるアクセルシンクロの存在を知った優勢は、ゴーストを陰で操っていたプラシドとの戦いでついに、アクセルシンクロを完成させる。優勢は戦いを経てこの事件の背後で、イリアステルが糸を引いていることを知る。1年後、ついに、WRGP が開催され、優勢たちは、チーム 5Ds として大会に出場する。大会中にイリアステルへの復讐を誓うシェリーと共に、イリアステルへの調査を続ける中で、彼らが過去の歴史を自分たちの都合のいいように改ざんしてきた事実を明らかにする。WRGP 決勝戦、歴史を改ざんして大会に出場した、プラシドたちイリアステルの3皇帝のチームニューワールドと対決するチーム 5Ds は、戦いの中で彼らが、モーメントの暴走によって破滅した未来から来たことと、未来を救うために、現在のネオドーミアシティを滅ぼそうとしていることを知る。だがそれでも現代を守ろうとする優勢たちは彼らを、否定し真っ向から打ち破る。アーククレードル編 WRGP 優勝を飾った、チーム 5Ds だが、戦いで蓄積したモーメントにより完成した、サーキットの影響により、ネオドーミアシティを崩壊へと誘う巨大都市アーククレードルが街の上空に出現し都心部に向けて降下を始める。チーム 5Ds はネオドーミアシティを救うため準決勝で戦った神のカードを持つチームラグナロクの力を借りて決戦の地アーククレードルへと向かう。優勢はすべての事件を陰で操り自分たちを翻弄し続けてきた黒幕の Z1 を激戦の末に打ち破り、ついに未来人との戦いを終結させた。戦いも終わり、チーム 5Ds のメンバーは、それぞれが進みたいと思う道を歩むことを決めて、ネオドーミアシティを去っていく。父を継いで、モーメントを研究するため、ネオドーミアシティに残ると決めた優勢は、またいつか会える日を信じて、仲間たちを見送るのだった。様々な罪状を持つ、不適合者が収容されている。部屋の扉は、刑務官のリモコンによって開閉できる仕組みになっていて、決められた時間内は、ある程度自由に行動することが許されている。アキやディバインのように特殊な力を持ったデュエリストの総称。主にカードに描かれたモンスターや、カード効果を実体化させる能力を持ち、能力をうまく制御できなければ、デュエルでのダメージがそのまま相手に伝わり、負傷させてしまうほか、周りにも、物理的な破壊を行ってしまうことがある。その力ゆえに、人々からは忌み嫌われている。現代から約200年後の遥かな未来。モーメントとライディングデュエルが、世界的に普及し、人々は、デュエルに、熱狂、反映していたが、シンクロ召喚と D ホイールから流れ出た人々の欲望や悪しき心に、モーメントが反応しついには逆回転を始めた。世界中のモーメントを結ぶネットワークはそれにより、人類は地球を滅ぼすという結論に達し、後の気候帝と同型の兵器を次々と量産し、世界規模の戦争が始まる。戦争は長年続いたが、最終的にネットワークは地球を守るため、人類との対消滅を選択し、モーメントがすべて自爆、世界は崩壊し後にイリアステルとなるゾーンたち4人を残して、全生物が絶滅してしまった。5000年周期の戦いで、赤き竜と共に邪神と戦うドラゴンたち。彼らは型を変えて、シグナーの元へ現れる運命にあり、本編の時間軸では、デュエルモンスターズのカードとして存在し、すべてドラゴン族のシンクロモンスターとなっている。その中でも、ライフストリームドラゴンと、ブラックフェザードラゴン以外の4枚は特別な存在であり、モーメントの暴走を危惧した不動博士が、ナスカの地に伝わる星の民と赤き竜の伝説をもとに制御装置の封印として開発した。冥界の王に乗っ取られたルドガー・ゴドウィンが制御装置から取り外したが、不動博士によってエンシェント・フェアリー・ドラゴン以外の3枚は奪い返され、残った3枚はレクス・ゴドウィンに託される。後に治安維持局長官に就任したゴドウィンによって、スターダスト・ドラゴン、レッド・デーモンズ・ドラゴン、ブラック、ローズ・ドラゴンが世に放たれ、現代のシグナーである、不動優勢、ジャック・アトラス、イザヨ焼きの手に渡った。また、現代において、ライフストリーム・ドラゴンはシグナーである、竜亜の覚醒を待つために、パワーツール・ドラゴンに姿を変えていた。5000年前の戦いにおいて、赤き竜とシグナーのドラゴンによって、ナスカの大地に封印されたアストラル体であり、ダークシグナーたちの切り札。現代では、シグナーのドラゴンと同様にデュエルモンスターズのカードとして存在している。ダークシグナー編でカードとして登場した7体に加え、ダークシグナーでさえ制御しきれず、1万年前に存在していた最強の自爆神、スカーレット・ノヴァも存在する。召喚の際には巨大な拳の形をした心臓のようなものが空中に現れ、人々や精霊界の魂を生贄にする。ただし、シグナーや対戦者は含まれず、シグナーの近くにいる人間は、シグナーの力により守られる。生贄にされた者はシグナーがダークシグナーを倒すことで、生還できる。自爆神を色濃からすか以外の名前は、自爆神元となった、地上絵のケチュア語を英語表記にした綴りで、統一されている。なお、ウルは、旧モーメントそのものを指すコードネームであり、キャパック APU、カライは、エーズラピスク、旧サルーは、それぞれ旧モーメントの4つの制御装置のコードネームである。PSP ゲーム、タッグフォース6では、マイナス回転する負のモーメントから生まれた化身であり、赤き竜と同一の存在であるとされている。自爆神はすべてレベル10の闇属性モンスターである。相手の魔法、罠カードの効果を受けず、モンスターの攻撃対象にもならず、直接攻撃が可能と、強力な効果を持つ。一方で、デメリットも存在し、自爆神は、フィールド上に1体しか存在できない。さらに、フィールド魔法が存在しなければ、効果を発動することができず、そのターンのエンドフェーズに、自らの効果により破壊される。オフィシャルカードゲームでは魔法、罠耐性が削除されており、フィールド魔法がなくなった瞬間に自戒する。イリアステルの3皇帝が使用するエースモンスター。ワイゼル、スキエル、グラニエルの3体が登場し、さらにその上位体として、キスメ神マシニクルさん、キコー、神竜アステリスクが存在する。キコー帝を母体とし、キコー帝 T、キコー帝 A、キコー帝 G、キコー帝 C の4つのパーツからなるモンスター。キコー帝は5体で1体のモンスターとして扱う。それゆえ、本体部、キコー帝の1回分しか攻撃宣言を行えない永続効果を持ち、キコー帝がフィールド上を離れると、他のパーツはすべて破壊される。キコー帝以外のパーツには、攻撃力、守備力が上昇し、効果が強力となった上位パーツが存在する。3種ある、キコー帝のパーツカードには、互換性があり、プラシドは、スキエルのパーツを、ワイゼルに合体させた。作中では、カードの効果によって破壊された時に5体のパーツを、特殊召喚するレベル1の、コアと、名のついた、機械属モンスターの効果を使うことで、キコー帝を一気に展開させている。1ターンに1度、相手フィールド上のシンクロモンスターを吸収し、その攻撃力を自身の攻撃力に加えることができる能力を持つため、シンクロキラーと呼ばれている。この効果を発動すると、型の胸部を開いて、エメラルド色の球体から、触手のようなものを伸ばし、シンクロモンスターを胸部に閉じ込める。その正体は、人間の心が、誘惑や欲望などの悪意にとらわれたことにより、暴走したモーメントの影響を受けたネットワークが、地球の滅亡を阻止するべくその元凶たる人類を滅ぼすために送り込んだ機械の軍隊であった。最終的にはネットワークが自滅の道を選んだ際に、モーメントと共に自爆して世界を道連れにした。シンクロモンスターを吸収する効果は、シンクロ召喚によって膨れ上がった人間の欲望が、モーメントの暴走を招いた事実に起因している。オフィシャルカードゲームではそれぞれ完成体のみがレベル1のモンスターカードとして再現されており、種類を問わず自分のモンスターがカードの効果によって破壊された際に特殊召喚でき、自分の場の他のモンスターが攻撃できなくなる効果を持っている。PSP ゲームタッグフォース6ではマイナス回転する負のモーメントから生まれた化身であり、自爆神と同一の存在であるとされている。本作はこれまでの作品に比べて異例の速さで海外版が制作され、台湾、韓国、アメリカ、イタリア、ドイツでの放送が行われた。これまでのシリーズでは日本で発売されたカードをもとに作画されていたが、2年目より表現規制を施した海外版カードをもとにしている。英語版の放送を行っているザ・ CW4 キッズでは、子供に悪影響を与える恐れがあると判断し、過激な描写に対する表現規制に加え、本筋のストーリーやキャラクター設定そのものが変更されている。フォーチュンカップ編はこれまでの作品に比べ規制の対象となる描写が多く、そうした例が顕著である。アルカディアムーブメントが主軸となる。第36から41話は、ネット放送や、年齢制限制のアダルトタイムでの放送という措置が取られた。48話で4キッズチャンネルでの放送は打ち切られ、長期的な放送休止となった。2009年12月に放送が再開されたが、4キッズチャンネルでの放送は長らく休止となり、4キッズ TV ビデオポータルサイト、4kidstv.com でのネット放送が主となった。地上波での放送は48話から64話までをカットし、2010年から65話から遊戯王 5D's Road to Destiny として再開された。WRGP 編では118話から129話がカットされ、WRGP 決勝の136話で放送が終了する。物語は、アポリアの敗北によって、アーククレードルの出現を防ぐことができ、すべての計画が失敗に終わったゾーンが絶望の末に、死亡するという結末へと、大幅に変更された。ブルーノは、記憶を取り戻さず、シェリーも異次元から帰ってこないなど、伏線も回収されないままとなった。以降の話は放送されておらず、翌週からは、遊戯王、ゼアルの海外版が、放送開始されている。イタリア・ドイツ版は、北米版をもとに制作された作品を放送しているが、ドイツ版の2年目以降は日本語版をもとに、暴力表現を除いた作品が放送されており、イタリア版では、OP やカードの表記などが、独自のものに変えられている。絆、ラストトレーンから新しい朝-、フリーダム、ビリーブ・イン・ネクサス。明日への道、Going My Way、スタート、クロスゲーム、オゾン-、Close to You、未来色、優勢、明日へ、クリアーマインド、約束ノーメロディー2008年9月21日から、日本各地計10カ所で開催された、ジャンプスーパーアニメツアー2008で上映されたアニメ。ジャンプスーパーアニメツアーでは、前半部分のみが上映された。2008年11月15日に、コナミデジタルエンタテインメントから発売された、遊戯王 5D's オフィシャルカードゲームデュエリストボックスに全編が収録された DVD が同梱されている。TV アニメより先行して、優勢とジャックの対決が描かれている。2009年10月12日から開催された、ジャンプスーパーアニメツアー2009にて上映された2009年版。アニメ10周年を記念して、過去作品のダイジェストや、後述の劇場版の予告映像などが公開された。映像ソフト化はされていない。すべてキングレコード、マーベラスエンターテイメントより、DVD ボックスとして発売。1巻につき12話、収録、13巻のみ10話収録。特典として、設定資料と、ポストカードが付属している。単体での販売は、レンタル販売のみで、全39巻の取り扱い。基本的に放送内容と差異はないが、最終話のみエンディングの一部が異なる。すべてマーベラスエンターテイメントより発売。特典に、ジャケットの絵柄と同じステッカーが付属。すべてコナミデジタルエンタテインメントより発売。コナミからは、主人公ユウセイや、そのDホイール、モンスターを模したフィギュアが発売されており、コスパからは、タペストリー、マグカップ、ストラップ、T シャツなど、キャラクターのイラストやセリフが印刷された、キャラクターグッズが発売されている。また、上述のオフィシャルカードゲーム発売に合わせて、デュエルディスク、カードを収納するケースや、計算や、各カード処理を行うデバイスなどの関連商品も、コナミから発売されている。ありがとうございます。